ハイバン峠は、ベトナム中部にある峠である。曲がりくねった道路は、笛とダナンの間を通行する、運転手にとって、長い間試練の道であったが、ハイバントンネルが完成してからは、車の流れも安全性も向上している。海運関、または、コルデニュアージュとも、ベトナムの西部を南北に走る安南ンン山脈はこの地で、東に膨らみ、ハイワン岬と、村茶島を形成する。 ハイバン峠はこの海に突き出した岬を通過するため、常に霧が立ち込め、これが海運という地名のもとになった。歴史的には、大オオコシとチャンパ王国の境界に、現在では、ダナン直葛市とトゥアティエンフエショーの境界になっている。気候的には、ベトナムの北西から吹く、中国の風がこの峠によって遮られ、南北ベトナム間の気候の境界を形成している。 冬の間、廃盤峠の南側は気温が高く空気は乾燥するが、北側は寒冷かつ高室になることがある。廃盤峠はその景色の美しさで知られている。BBC の自動車番組トップギアの司会者ジェレミー・クラークソンは2008年の番組でデザートに飾り付けられた完璧なリボンのような美しさ。世界で最も美しい海岸道路の一つと称した。 廃盤峠は、ベトナムの歴史において、戦略の用地であり続け、長い間にわたって、北部と中央部の間を移動しようとする軍隊に、とっての重大な障壁だった。一世紀の半ば、菅の将軍バインは、ベトナム北部を平定した後、ここに、聖堂の柱を立て男の南限の境界にしようと、した。バインはまたこの地に、トンデン兵も置いたが、二世紀に、 艦が崩壊した時には、この艦人の中から、林友王国の創始者が現れた。廃盤峠には二つの主要なルートが通っている。ベトナムの主要な南北縦貫道路の国道1、英号線、そして南北鉄道である。国道は直接山を横切り、496メートルの標高差を上り標高線1 7 2メートルのアイバン山の南方を通過する。 鉄道はいくつかのトンネルを通り抜けながら、より海沿いのルートを、海岸線を抱くように進む。東南アジア最長のトンネルである、廃盤トンネルは2005年にオープンし、より内陸側に代替となるルートを提供しており、従来の道路より少なくとも1時間は工程を短くしている。ウィキメディアコモンズには、廃盤峠に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。